複数一本に帰らず。ああ、香川県警です。過去のことは仕方がない。何が後悔したって戻らない。タイムスリップはできないから。結婚しよう。ああ、仕方がない。うちのお父さんね、子供の頃この辺の坂全部制覇したんだって。制覇って何？ブレーキかけずに上から下まで一気に駆け降りたらしい。嘘でしょ。今度会わせて。死んでもやだ。なんで？今のブレーキみたいな人だから。元気だったか？自分で会えばよかった。だってさ、娘の前でパニック起こしたらかっこ悪いじゃん。私ね、昔から海に投げ出されてたんだよね。水族館じゃ生きられないかも。孝太郎は私みたいなのと一緒にいない方がいいよ。手繋いで寝たら二人ともどっかに流されるよ。